皆さん、そろそろ第7セッションに入りたいと思います。このセッションにはですね、あのお二人の発表者が予定されておりますが、少し入れ替わりがありまして、まず最初、半優先生にご報告いただきます。その次は、津田真由美先生、本来あの第8セッションにご発表いただく予定だった津田先生が第7セッションに あの入れ替わりいたします。その代わり、樋口先生が第8のセッションに、uh まあ、入ります。ということで、uh、ご両親をお願いします。Let's start session number seven, this afternoon session, scheduled to start a quarter past three, and I hope we are running on time.The first presentation is by Professor Koichi Hanyu from Tokai University. Tokai Daihaku Bungaku Koho Media Gakka, and he will uh, be talking about discovering historical evidence materials at archives across four countries, a study on the Nobel Prize Peace Prize and Japan. Yonka Kokuni Sanza Suru Ichi Shiryokara, Shitsu Horiokosu, Nobel Hewa Shoto Nihonokanki Kara. The floor is yours. <coughs> 皆さんこんにちはこのセッションは日本語でやるということに書かれておりましたので私は今日は日本語でお話をさせていただきます。私はこちらの方に出ておりますように日本の東海大学文学部広報メディア学科の教員をやっております。で今日はこちらに出ておりますけれども私が過去何年間 がえとずっとですね自分の研究テーマとしてノーベル平和賞と日本の関係 そしししてててそその,、まあ、あの背景でであるとかですね影響について、まあ、研究してきましたそれについて、まあ、研,究しな研究のご報告をさせていただきながらですね、えーまあ、このアーカイブとかを実際使って、まあ、どういうようなです、ね、ことが、まあ、例えば問題として自分は感じるのかとか、まあ、今後どうあるべきなのかということについてもですね折に触れてお話しさせていただければと思います。 で今日は本当にあのこれだけのです、ね、人数の方が世界中からお越しになったということで私は大変うれしく思いますまず最初にですね、えー、ほんの少しだけ私の自己紹介をさせてくださいで私は、えーとまあ、ノルウェーにはもう数えきれないぐらい来ておりましてかつて1995年から97年私はオスロ大学の社会学研究所 の方に2年間ほど客員員研究員でおりましたで、まあ、その時にはですね文化社会学で、まあ、このノルウェーのですねマイノリティ政策についてま調べておりました、まあ、この1995年私は当時27歳でしたけれども えー、その前は、まあ、私あの大学を卒業してしばらく日本放送協会という NHK の報道局で取材、えー、の,あの仕事をしておりました、まあ、それを辞めてそしてノルウェーに渡ったわけですでそしてまあそうしたあの、まあ、ノルウェーでも研究をやっていたということもありまして、まあ、その97年の後はですね私はイギリスに移りまして、えー、97年から2006年までイギリスのロンドンにまあ住んでまあ仕事をしておりました でその過程の中でこの2003年 NHK スペシャル、まあ、日本人の方もしくは日本の番組をご覧になった方はご存じだと思いますが、まあ、ノルウェーですと n r コーのようないわゆる公共放送ですねそちらのスペシャルドキュメンタリーでノルウェーの外務省が当時ですねスリランカ和平について取り組んでいました、まあ、秘密交渉をです、ね、やっていたわけです。でその模様をです、ねまあ、追ったと まあちょうどあのあのいわゆるアメリカの9・11のですねちょうど2周年になるその節目にですね、まあ、特別番組で企画されたもので、えー、まあその際にですね私はこのノルウェーの実務的な平和への取り組み外交におけるそしてまた歴史上例えばノーベル平和賞などですねいろいろな形で世界の平和に取り組んできたということについて、まあ、実際にいろいろ調べていくうちに触れることが ありましてでまあそれから20年近く経ちましたけれども今の研究にまあつながっているというふうに言えるかと思いますで私は本当にまああのヌレが大好きで まあ95年から2年ほど住んで毎年毎年私は必ず夏か冬にはまあ自分の研究とかも兼ねてまあ時にはもう遊びだけで,ですね戻ってきますですので本当に今からちょうど22年前にですね学生として来てそして22年後にこうやってまあ研究者としてお話をさせていただく機会をいただきまして本当にありがとうございますそれではここからですね私のお話に入っていきたいと思います今日はですね、まあ この発表では一研究者として、まあ、同じテーマ、まあ、ノーベル平和賞と日本ということでに関して4カ国の一次資料に基づく学際的な研究をした経験から日本、ノルウェー英国、アメリカでの文献調査の成果報告をしつつどのように、まあ、公文書館外交資料館等をまあ利用してきたかということについて述べていきたいと思います。 でまずです、ねまあ、せっかく今回は皆さんはライブラリアンであったりもしくはアーキ,アーキビストンでいらっしゃるかと思いますので、まあ、それにあの皆さんの関心に基づいてちょっと私なりにです、ね、研究者として海外で例えばいろいろなです、ね、例えば研究資料をです、ねまあ、掘り起こしていくということ、まあ、それについてです、ねまあ、ちょっとこういうようなことがです、ね、言えるのかなということでちょっとリストアップをしてみましたでまずです、ねあのまあ、例えば歴史であるとか政治であるとか 私はまあ社会科学の分野の研究をやっておりますけれども、まあ、日本の国内だけのことをやっていれば、まあ、ほぼ日本語だけで済むのであるんですが、まあ、ただですねやはり日本の政治とか社会というものは海外と非常にむすあの強い結びつきがございますということで、まあ、やはりですねどうしてもいろいろなことをですね例えばこうあの多角的に見た時に日本の国内だけのことを調べていってはやっぱいけないわけですね。ということでまあ 国をまたがってまあ調査すべき目的、まあ、必要性ということで、まあ、私は日本とノーベル平和賞のまあ関係世界歴史等について調べておりますので、まあ、私はもうどうしても日本国内ではやはり研究が終わらないわけですでそしてまあそうしたですね、まあ、国をまたがって研究する上では当然言葉の問題というのが出てきます。 で私はまあ日本語はまあもちろんできますしで、まあ、英語もまああの普通に仕事する分にはまあ使えますしノルウェー語に関してはもうほとんどあの私、読むほうはまだできるんですが話すほうがです、ね、あまりあの得意じゃございませんので、えー、その辺はです、ね、なかなかあの実際にこうあの言葉を使ってっていうあのところでは、まあ、文献調査の上ではでは、ね、特にまあ困難さは感じておりませんけれども、まあ、あの実際の研究においてはです、ねまあ、そうした形でも進めることができるということです。であとは 私はもう一つですね、えっとまあ、アイスランド語、まあ、実は大学生の時にアイスランドに1年これも奨学金をいただいていたことがあって、まあ、アイスランド語ほとんど忘れましたがアイスランド語とそれとあと中国というかですね台湾に1年ほどですね研究休暇で行ってたので、まあ、中国語も少しだけできるということで、まあ、あの言葉ができればできるほどいろいろなところにある資料というものにアクセスできるということであの自分の研究フィールドがそうやってですね広がりそして深みを 持つためにやはり言葉の能力っていうのは非常に重要だなというふうに私は思っております。でそしてまたですねそしてまあいろいろなやっぱ国日本との関係について研究するにはですね自分のその国のことだけではなくてもちろんその相手の国に関するですね基本的知識、えー、まあ歴史等ですねいろいろあるかと思いますけれどもやっぱり必要になってくる。でこれがやはり時間がかかるんですね。 私は本当に最初に1995年ノルウェーに来ていろいろ学ばせていただいてでようやくなんか自分の研究として何かできるようになってきたってこう本当に十何年後の話でございましてですね本当にあの私の場合はいろいろジャーナリストの世界に行ったりとかですねいろいろ実務家をやっていたりそしてまた研究者になったりということでいろいろやってきたのでストレートに研究生活を送られてきた人たちよりはですね非常に遠回りをしてきたんですけれどもまあただそういう中でいろいろな例えばノルウェーにいたらノルウェーにいたそしてまたイギリスにいればイギリスに行った やはりそこでいろいろなことを実際に肌で感じ耳で聞きそしてまたいろいろコミュニケーションしながら得てきた知識体験というものがやはり研究にもですね生かされてくるなというふうに思っております。でそして研究分野の横断、まああのまあ、この中にはですね、まあ、アーキビストもしくはそのライブラリアンの皆さんで例えば研究者先生方もしくは学生さんからですね「いやこういうことを調べたいんだけれども」って。 でもそれについてじゃあ社会学とか国際政治学とか、まあ、ものすごくこう,うまくこうです、ね、区切られたそういう分野ではなくて今はです、ね、どちらかというともう本当にクロスオーバーしてです、ね、いろんな分野にまたがったそうしたまあ考察が必要になってくるそういう時代になってきているかと思います。ですので、まあ、そうしたことも考えますと実際私も今この研究をやっていて自分のじゃあこれって何社会学っていうふうにくくれるの、ね、政治学になるの歴史学になるのって 常に迷いながらやってますしまたです、ねまあ、研究分野だけじゃなくて先ほども言いましたけれども国もまたがってくるとまたさらにです、ね、いろいろな研究のです、ね、やらなければいけないことが増えていくということで、まあ、なかなかやはり、まあ、言葉で言うのは安いんですが非常にあの実際に取り組むとです、ね、国をまたがるそして研究分野をまたがるというのはなかなか大変かなという,ふうに思ってます。でもそうした研究 というものがこれからますます今の時代そしてこれからの時代必要になってくるのではないかと思っております。でそうして世界 た、まあまあ、にかけるとは言いませんけれども、まあ、移動しながらですねいろいろなです、ね、資料を掘り起こしていく研究をしていくとなるとお金の問題が出てきます。で私はこのノーベル平和賞と、えー、この日本についての研究で、まあ、2012年に日本の文部科学省からですね可見費を3年間いただいてそれでようやくですねいろいろあちこち行って、まあ、問題意識はそれ以前からあったんですがなかなかお金がないと動くことができないということもありまして、まあ、そうしたらですね資金の,の問題もやっぱ抱えながらやっぱ研究を続けていく。そしてあとス ジュリングですが、まあ、あの最近の大学の先生ってもう、ね、皆さんもご存じのまあ、忙しいというか雑用が非常に多くなりまして、ね、なかなか合間の時間を塗ってです、ね、本当にあの集中して研究とかあと研究旅行ってなかなか難しいんですが、まあ、そういう中で,です、ね、いろいろな世界中の,、まああの資料とかっていうのを、まあ、掘り起こしていくと、まあ、そういうようなです、ねまあ、私の実際にこの海外で、まあ、研究をいろいろやっていく背景としてあるかと思います。そして、まあ、実際その調査機関 まあアーカイブであるとか図書館であるとかいろいろなところにですねまあリサーチャーとして研究者としてのまあ興味関心としてですねそこに行けばですね本当に自分が求めている資料というものがあるんだろうか。 これはです、ね、今デジタルそれからオンラインの時代になってある程度キーワードであこれはこの辺にあるかなとか他の先生方もしくは研究者の方々がお書きになった論文とかでですね、まあ、作品とかいろいろ見ながらですね脚注とかですねあこれはこういうところにあるかもしれないっていうふうにやるんですけれどもしかし私はこの研究ではですね一次資料本当にあにまだ手で書かれてもしくはタイプで打たれたその現物にあたってやらなければどこにも実は書かれていない。 そういう研究でしたのでその辺はかなりですねある程度山をかけなきゃいけなかったりとか時間を無駄にしたっていうこともございましたでそして実際にじゃあ世界の公文書館、まあ、日本の公文書館等に行ってですねやっぱりそこがどれだけですね、まあ あのユーザーにとって使いやすいかどうかっていうものもものすごく大きく研究の成果が左右されてくると思いますで、ここには日本から来られている公文書館関係の皆さんいらっしゃるかと思うんですが、私、きのちょっと愚痴っちゃったんですけれども、私は特に今回の,、まあ、あの調査においては外交資料館とかですね、いろいろ調べたんですが、日本は本当にあの調べにくいんですねあの、調べにくいというか、もう調べてくれるなというような状況になっている。<laughs> 皆さん笑って,ってことご存知ですよね、うん もうそれぐらい,いやそれがもしも日本の国だけだったらそういうものかと思うんですがアメリカとかです、ね、イギリスとか行くとポンポン出てくるんですよ。あれってその辺はです、ね、ちょっと今後の課題かなということでまた最後にまたその辺のお話もさせていただきますけれども、まあ、そうしたところによってやはりあのその国のやっぱ文化の質であるとかあとです、ね、やはりこう世界に対する発信力っていうのを大きく変わっていくるのかなという,ふうに思います。 でそして国や組織による情報公開機密指定のあり方の違い、これはもう例えば外交文書それからそれ以外のいろんな文書によって開示年度っていうのが決まっていると思います。でそれも非常にネックで,でかつですねイレギュラーも結構ありますで日本の場合はそればっかりです、はっきり言うと調べようとしても全然いや、これは全然まだ出されてませんもしくは分かりませんとかっていうのを繰り返し繰り返しでやってきました。 まあもちろん欧米でもですね開示されない。 とか機密指定っていうのはあるんですけれどもただですね私あの思ったのはいろいろ調べていくうちにファイルのどこかが抜けてたりとかするんですねでもその前後から多分この辺のあれなのかなってまた別のところで調べるとなんかちょっとそれに関係したことが出てきたりっていうような、まあ、いわゆる旅,旅というかですね資料文献のですね検索の旅ができるちょっとそういうこともですねなんか日本でもっとできないかななんて思ったりもしますけれども、まあ、そういうことをやりながらですね、まあ、研究進めてきましたであとですね、えっと、費用に関しては、まあ、例えば 今、あのもう実際にあのアーカイブとかおすすめの方はです、ね、例えばもう欧米だと、例えば一次資料とかでも自分でデジカメを持ってきてパチパチ写してもいい、アメリカもそうですよね。で日本はそれがまだできません、国家図書館も。ね、でこれはまあもちろんいろいろ議論あると思います。ね、あの資料がすぐこう削れ、あの汚れてしまったり、くしゃくしゃになってしまった,とかただやはり。 私は思うのが、やっぱりこのやっぱ実際、研究の成果が世の中にどう反映するかっていうことを、どれだけ強く社会がもしくはまあそのアカデミックな世界だけではなくて実務的なですね世界も求めているかの比例にもなるのかなって、ですからアメリカでも欧米でもで、例えばそういう研究成果っていうものが、やはり例えば政治であるとか、いろんなところにやはり反映されていくっていうのがより明確なのではないかと。 で翻って日本ではそうしたところがですね実務界とそうしてアカデミック界っていうのを特に文系の特に社会科学系の場合はなんかうまく融合できてないできてしまったかなそれがその例えばアーカイブのアクセスの話であるとかそういうところにもつながってくるのかなというふうに思います。はい、ということで一応ち,ちょっと前提として、まあ、あの問題提起という話をさせていただきましてで、まあ、ここからはですね私の実際のノーベル平和賞とそして日本についてのて 研究について主な論文ですね。 つつについて、まあ、これ時系列になっておりますでこのまあ研究について少しな中身のお話もさせていただきながら、まあ、実際どんな形で調べて何を明らかにしてきたのかっていうお話をさせていただこうかと思います。で論文1というのはこれも2009年になりますけれどもまあちょっとね言葉として意図された五段佐藤栄作ノーベル平和賞読み解く 1, 個1問ちょっとずれてました3つの視点ということで,でこれはですね、まあ、佐藤栄作まあ皆さんご存知でしょう佐藤栄作というのは 今のの安倍首相の王子にあたる方ですつまり安倍首相のおじいさんの岸信介の弟あそこは名前がいろいろファミリーなので変えてるかよくわかんないんですけどねで,、えー、で1974年に日本人として初めての平和賞を受賞したところがこれはもう世界中で日本も特にそうですけれどものすごい批判がもう批判の嵐になってしまったで私も当時小学校 の頃ででしたけれども覚えてるんです、ね、なんかノーベル平和賞ってすごい賞があるらしいんだけどそれを取った人がなんか社会科の授業でもどこでも批判されてるなんでそんなおかしな、ね、批判されるような人にあげるような賞なんかの例はねあげてるのかななんて思った記憶がありました。 でも実際、調べて実際大人になっていろいろ調べていくうちになかなかです、ね、これはそんな単純なもんじゃないということが分かってきたわけですね。で、この論文1というのはまずその初端所としてですね、日本の中で実は佐藤栄作にノーベル平和賞を与えるためのロビー活動、受賞工作っていうのがこれ実は国家プロジェクトでやられてたっていうことがまあ噂ではあったんですが、私はようやくその資料を見つけたんですね、現物を。 でまあ、実はこの論文1を書いた時にはその所在というかまだ出てなくてですねで日本では当分まだ出ませんきっとで、他の国では探してきました。 で,ですので、この論文1ではまだです、ね、日本の国内のロビー活動をやっていた人物であるとかその理由であるとかっていうところを主にやっぱ二次文献を主にです、ね、探しながらまあ書いたということで自分としてはなかなかやっぱりこうフラストレーションがたまるような研究でございましたそして論文の2のあたりからです、ね、ようやく加見票をいただいてでそして海外ノルウェーそしてイギリスそれからアメリカ等に行っていろいろ資料を当たっていくうちに、まあ、この あのノーベル平和賞、これ1974年、同じくこの佐藤の受賞の背景に、実は当時、ちょうど74年の手前にです、ね、中国が真っ二つに分かれた、分かれて、そして、まあ、日本はかつては台湾と国交を結んでいたわけです、それをまあ断絶してしまった、いろんな事件があって、核の問題もありました、今、北朝鮮の問題ありますよね、今からちょうどまあ43年ぐらい前に、 東アジアジにおいて核の危機があったんですですすからその頃の背景で結局まあ佐藤栄作はの話を最後にちょっとしたいと思いますけれどもねその研究についてまあしていくと2つの中国問題が実は後ろにべったりと佐藤自称の理由にあったんだということが初めて分かりましたでそしてあれ次のページが飛んじゃってますね すげえ飛んじゃいましたあ飛んだというか一回あれですけれどもで3つ目が、えー、これはおとと去年です、ね、発表したんですけれどもでノーベル平和賞に関してはいろいろなー用方変というものがあります批判もありますそれから賛否両論たくさんありますでところがです、ね、これまでいろいろな論文書かれてきましたノルウェーでも書かれてきましたアメリカでもいろんなところで書かれてきました日本ではほとんど書かれていませんで調べていくうちにふと思ったんです いいろろ賞が出てからその賞に対する評価の議論というのはたくさんされてきているんだけれども賞をあげる側っていうのは一体どういう考えでこれをあげたのかでそこで注目したのが後でまたお写真も見せますけれども大瀬リオネスさんというですね当時まあこの人はですね多分ノールウェーの方であれば41歳の方40歳以上の方であれば毎年10月ぐらいになるとちょっとねひしゃげた声でですね,今年のね あのノーベル平和賞とかっていうスピーチを覚えてる方もいるかと思います、まあ、この方はあのノルウェーでも稀うな女性政治家で初の国会下院議長もやったりとかして非常にあの女性の開拓史においてはノルウェーにおいて非常に忘れてはいけないんだけれども最近ノルウェーでも研究対象にもならないし日本でも知られていない方ですでその方が実は院長をやってた時に実は佐藤は取った。 で実はいろいろな形でその大瀬リオネスさんと日本のロビー活動側とコネクションがあったんですよそのお話もちょっとしたいと思います。ということで、まあ、あの最初は日本側の立場それからまたその、ね、あのアメリカとか他の国を交えた形でその74年の平和史を問い直すそして実際に挙げた側の例そしてノーベル委員会のその立場から見た形ということで、まあ、これまでその3つの立場から論じてきました。まず もう少し中身を見てみましょうということで最初のですねえーと論文に関してですけれどもまあ先ほど申し上げました1974年の佐藤栄作元首相へのノーベル平和賞をめぐる論考を日本政府側のロビー工作を中心に調査して論じましたしかし受賞工作に関する一次資料が開示されておらず論文回顧録や報道記事などの二次資料を主に用いて検証いたしましたでこの右側の写真出てる人が佐藤栄作で安倍首相の王子にあたる方ですでこの方は戦後最長の首相在任 期間を、ねえー、やたされた方ですで74年にあの、まあ、あの受賞されるんですけれどもその半年後に彼は死んじゃいます亡くなっちゃうんですね、はい、で、まあ、このまあ佐藤さんの人気とかいろいろ見ながらですねちょっとああの、まあ、研究もちょっとしてみましたそして、まあ、この研究の中ではですね実はこの受賞工作を誰がやったのかまあ 知られるところでは知られてた方なんですが加瀬利和という外交官がいますでこの方はですね実は戦前戦中戦後とずっと日本のつまり戦争がだんだん危なくなってくる時から戦争が終わって終わるまでずっとですね政権の中枢に行った人ですでこの右側の写真見ていただきますとこれはですね日本が、まあ、第二次世界大戦負けましてそしてミズーリー後 アメリカのですね、まあ、軍艦のミズーリー号にです、ね、調印式に行ったで重、えー、光守とあと、ね、軍人とそれとあとこのシルクハットこれ着てる若い人が加瀬利和です。唯一このの後半に上がったた日本の外交官でしたということでこの加瀬さんっていうのは調べれば調べるほど実は非常にクセモノで面白いんですが。<laughs> ただ、この人に関しても、まともに研究されたこと今ないんです、ね、で、この間ようやく遺族が国会図書館に日記を寄贈したんですが、私、その、息子さんが外交評論家で超右翼の人がいるんですけれども、で、その方に一度会ってお話ししたら、はぐらかすわけですね。日記はこうじゃ、じゃ、こうこうじゃ、とか。で、ついにですね、寄贈したんですが、やはり肝心なとこ抜けてますよね。で、この人はなかなか、まあ、要するに戦後、戦前戦中戦後の闇のですね、とこをよく知ってる方なんです。で、この人が実は佐藤の受賞。 のくかったときているで、実はこの加瀬さんは佐藤の受賞工作をやる前に吉田茂の受賞工作もやってましたところがあの吉田茂はですね最後にノミネートされた時にですね死んじゃうんです。 その数日後に受賞発表があったんです、6時なので、その話、時間があるかどうか分からなく <laughs> したいと思います。で、こ,この、まあ、加瀬利和がですね、まあ、そうして、まあ、これ、ここには出てません今日お時間のことあるので、実は、この受賞工作のために、鹿島建設ってありますね、うん、あそこはですね、実は昔からものすごく政権、自民党とつながりがあって、鹿島森之助っていう人がもう亡くなりました、かつて外交官で。でその人が向こう入りして鹿島 に、まあ、でとい入でりましてで彼がです、ね、鹿島平和財団というのを作りました今でもあります、まあ、そこも非常にクローズなところで,です、ね、怪しげなんですが実はねでそこもいろいろその辺のいろいろ調べてくるとその鹿島財団が中心になって鹿島守之助元外,外交官が彼を使って実際やったっていうのが、ね、分かってくるわけです。 ところがまだですね、じゃあ実際にどんな活動をやってどんな文書残っているのかっていうのはなかったわけです、この最初の、ね、研究で。で、当時まあ利用した主な公文書館、まあ、日本国内なので、とにかくね、やっぱりそのオリジナルドキュメントが欲しいなとも探したんですが、まあ、もう皆さんも先ほどから私知ってますけれども、こちらの方とか見たんですが、もう全くね。 まあ、資料の開示のルールが不明瞭で一定ではありません私からするとねで来場者が使えるデータベースっていうものがそもそも存在しないもうなんかバサッと渡されてはいこれで見てくださいみたいなねでデジタル化以前の大きな問題がありますでこれはいや外交で政治に関わるかそんな簡単に出せないんだってそういう議論もあるかもしれませんがただアメリカとかイギリスっていうのは例えば私イギリスの公文書館好きなんですがあそこは1箇所に行くと 外交か何かありとあらゆるのが全部あるんですよ。で、そういうのが日本ないんですよね。なんかそういう、ね、ところなんかこう使ってて、これでいいのかなって、これでこのままでいいんだろうかなって思いながら。で、まあそれ以外にですね、国家図書館等と,うとう調べましたけれども、まあ限度がございました。そして 2つ目の論文のときのです、ね、調査ですけれどもね。で1974年の佐藤栄作元首相へのノーベル平和賞をめぐる論考を今度は受賞の背景として冷戦下のノルウェー、英国、米国の国際政治的状況下、受賞をめぐってどのように影響したかを海外の公文書による一次資料からを、まあ、集めて読み解いたとで。こちらの写真が当時の写真です。で佐藤栄作は自分の受賞をあらかじめ まあこういうロビー活動があるかどうか知ってたかっていうと知ってましたあのそういうアドバイスをやってましたでももともと発案したのは佐藤ではなくって、まあ、加瀬はもともと先ほど出てきた加瀬はですね吉田茂にやってましたのでですからそういうような今ちょうど戦後ですね、まあ、日本がですねポツダム宣言を受諾してそしてサンフランシスココア条約をですね、まあ、サインして吉田茂がそしてそれからまあ大体十数二十、まあ、年ぐらい経ってようやく日本が平和国家だよということを世界にアピールする時だと。 いうそういういタイミングもあったんですねでそこにたまたま、まあ、佐藤がいたわけで吉田茂が長生きしてたらもしかしたらこれはもう私調べたんですが、まあ、吉田茂も実は2回目に、えーまあ、3回あの飲みに行ってったんですけど3回目のときはです、ね、最後のショートリスト入ってませんでしたねこれ今年かいあの開示されたあの資料ですけれどもね、はい、ということで,で当時ですけれども、まあ、佐藤は本当にあの自分も分かってたんですね自分が 本に個人として受けたものじゃない、国民が受けたんだってことを受賞スピーチの中でも言ってるんですが、で当時ですね、昨日皆さん、アウラコード行きましたよね、ムンクの壁画があったすぐお隣の、実は当時はまだですねあそこでノーベル平和賞の授賞式をやっておりました、で確か80年代末ぐらいにえ、その向かいの奥の方にある海側のですねオスロの視聴者で今もあのノーベル平和賞授賞式をやっております、でその会場に行くときに、実はもう周りにいっぱいいっぱいですね、 なんで佐藤にあげるんだっていうノーベル人がいっぱい来てですね反対運動してで結局裏口から入ったんですで裏口から入ってあとですねこの授賞式のその翌日にノーベル聖地というとこの実は大きなのすぐ裏に実はあるんですけれどもそちらの2階でノーベルレクチャーっていうのをするんですねまあ今回あの去年あの,あの人文学賞を取ったですボブ・ディレオンはですねずっとねなかなかやらなくてついになんかこうやりましたけれどもまあそれは文学賞ですがでその時に日本のジャーナリスト以外は ほとんど誰も来なかったっったたてて言ってました <laughs> まあそれぐらい実は現地でもあまりウェルカムではなかったということで当時を風刺したですねこういうものあのあの漫,画漫画というかで風刺画も残されておりますそしてノーベル平和賞 まあ皆さんもご存知のように、まあ、平和賞というものはもともとアルフレッド・ノーベルがです、ねえー、亡くなった後にですに、ね、その遺志を継いで5つ賞、ね、を作ってそのうちの平和賞っていうのがありましたでもともとはスウェーデンなんだけれどもそれをいろいろ当時のです、ね、まだスウェーデンの支配下にあった、まあ、ヌルウェーに対してです、ね、やっぱりそのフラタニティ友好関係っていうそういう意味合いもあって、まあ、ヌルウェーの国会に 託したと言われております。いろいろ説がありますけれどもね。で、今でもありますけれども、で、この佐藤が受賞したときのこの委員長というのがさっきも出てきました、王セ・リオネスという方で、この人はもう話せばちょっと長いので走りますけれども、私はね、なんでこの人が、あの、今で、今、なんか研究対象とか何なのかなと思って、まあ自分はあの3本目のあれで書いたんですけれどもね、この人、なかなか面白い人です。で、この人はですね、もともと、 労働党で左翼だけど保守系の左翼の人で,で女性として初めてまあほぼ初めての国会議員ノルウェーのそして下院議長にもなって国連大使にもなってそして歴代最長のノーベル平和賞委員会の委員として30年間。 やってましたで最後の10年間、委員長で,でその委員長をやってたときに彼女は実は、まあ、ちょっと革命を起こそうとするんですね、その話ちょっと後はしますが、えー、こちらの右側の写真はサロンでここの、えーとえー、とテーブル、あの椅子がですが、ねえー、6つありますけれども、5人委員がいて1人事務,あの事務局長っていうのがいて、ね、でまあ、ここで真ん中いろいろこう、ね、デ,ィスディスカッションして話す、で後ろに見えてる写真が歴代の受賞者の写真です。はいでまあ、このです、ね、委員会が、まあ どういうふうな形で、ね、決定をしたのか。で、実は佐藤が受賞してからまだ50年経っていませんから、まだデータは持ってるものは開示されません。なので、そこでも私はちょっと壁にぶち当たるわけです。でもそれ以外のこと、ちょっといろいろ調べたりとかしましてね。はい、ということで、まあ、ここは本当に小さなあの図書館なんですけれども、平和学であるとか、そして国際関係の平和関係のことに関しては、非常にいろいろなです、ね、本とかです、ね、資料とか持ってます。でもちろんそのノーベル平和賞を 推したつまり推薦したっていう人たちの手紙から何からも全部持ってます。はい、ということで、まあ、それが私の,あの,あの,、ね、あのマテリアルの一部になっていくわけですね。はい、でそして、まあ、ノルウェーでのやっぱ調査っていうものに限度がありますので,で私はやはりです、ね、当時のあのノーベル平和賞佐藤栄作に挙げた背景にやはり日米同盟であるとか中国との関係があるので、まあ、こうした、えー、とイギリスであるとかそれからアメリカの公文書館に行きました。 でまあ、ここは本当に非常に使いやすくて。で、実はここで、この左側の,ああのイギリスのです、ね、公文書館で私は日本でも開示されてない、そしてノルウェーでも開示されていない、ある重要な書類を見つけたわけです。で、それがこれなんですね。で、これ何かと申しますと、これは拡大してるとこちょっと読めますかね。The Japanese government asks the PM、プラ n i ミニスタ to サポート、ゼア・レコメンデーション、アノミネーション・オブ・ミスター・エイサック・サトル・フォー・ザ・ノーベル・ピース・プライズ。これ何かというと、当時、ロビー活動で、推薦人が各国の要するに首相級の人たちが必要なんですね。で、カセはですね、実はかつて吉田茂と共に英国大使館に戦前勤めてたことがあって、イギリスのことをよく知ってる。で、ヨーロッパでイギリスは絶対に外せない。 でこのストロングサポートがあったら絶対にと思って彼は行くんです。で、行ったときの文書っていうのが残ってた。日本ではまだ全然開示されて、でその中に実はこれがあったんです。これ何かというと、推薦文書です、日本政府、加瀬利勝が全部書いたんですけれどもね、つまり、佐藤はこうこうこういうような業績があるので、モノオベ平和賞にふさわしいよっていうことがですね、書かれてある。ででこれははすね実は 2009年ぐらいにですねまあ私も発見していたんですけれども、その時にですに一部新聞でこういうのが出たってあったんですが、こっちの文書について何も触れなかった、ジャーナリストをね、なんかこう、解除されただけで中身のはあまりお読みにならないみたいで、私もかつてはジャーナリストでしたけれどもね、この文書で面白いのは、もちろんそのこうこうこういう理由でってこと書かれているんですが、こちら側にですね、サインが見えます、これは何のサインかというと、実はこれは当時の首相、佐藤の後の田中角栄から。 そして大平外相からって、も日本の現役の閣僚が全部推薦人に直筆で名を連ねているんです。で、この文書は日本では多分出ないでしょう、これからも分かんないけど、はいまあ、それぐらい実は国家プロジェクトになってたんですね、まあ、これまではきっと風とかあの辺がなんかちょこちょこ動いてたのがいや、もうこれはもうだって、国のトップが、それから外務関係がやった っていうまあその確実な証拠ですよねそして加瀬利和のサインがこの一番最後、ここに出てます。はい、ということで,で、そしてもう一枚、ちょっとね、右側のちょっとご覧いただきますと、お時間が、はい、えー、右側のほう見て,いて、これはですね、当時、加瀬が行って、ね、その後で、当時のハルド・ウィルソン首相のあたりは止めてたんですね。 で止めててそれで当時の森大使大使館の大使イギリスのにいたね人がもう一回ですねプッシュするわけですいやねここすちょっとクローズアップしましたね一番目のとこはですね要するに加瀬さんがですね まああのまあ、以前の国連大使の柿さんが、まあ、要するにウィルソンっていうのはハロルド・ウィルソン首相にです、ね、まあ、この、ねあのー、佐藤のです、ねえー、ノーベル平和賞のです、ね、レコメンデーションお願いっていうことで来たと思うんだけどもってことが延々と書いてで、そしてプライムミニスター、田中とかです、ね、それから大平外相とかもです、ね、みんなそれに賛同しているからどうか推薦してくださいよってやってたんです。ところが イギリスはこれ面白いのもちょっと長くなるのではしりますけれども、無視します、でそのやり取りの,あの、ね、手紙が残ってて、あのいかに佐,佐藤栄作が低く評価されていたか、でかつ、ですねイギリスというのは第二次世界大戦で日本軍に古典版にやられてますから、そのやっぱり恨みがあるんです。ということもありまして、結局、ですねイギリスはですねこれに乗っからないんですね。はい とということで、まあね、あのそうやってあの、そういう下に2つでそこにまた中国の問題があってということを、まあ、まとめてみました、まあ。ようやくそうしてイギリスの公文書館、それからアメリカのほうもちょっといろいろ調べてで、そういうことをもとにようやくです、ね、実相が見えてきたと。で、最後のっていうかです、ね、一番新しいこの論文に関してはです、ね、まさにこの先ほど出てきたローセ・リオネスノ、当時のノーベル平和委員会なんで挙げたのって。ね でそれをノルウェー、それかノルウェーとノルウェーの政府とノーベル財団というのは別々ということになってはいるんですが当時はまだ現役の政治家がノーベル平和賞委員会の委員になれたんですところがオー瀬リオネス当時まだ現役の国会議員でした委員長やってましたですからもう政治のですねもう皆さん思ってあのこういうふうに思わないでくださいノーベル平和賞ってねお花畑が咲いているところにあるようなものじゃなくて非常に 国際政治の現実というものを踏まえた形のものになっています。ですから、全然そうしたです、ね、平和というと何かお花畑ではなくて、非常にそうしたです、ね、あの当時の国際政治、それから核の冬、そうしたです、ね、冷戦の状況というのは実は非常に入実に反映されています。そして特にこの佐藤の1974年、そして1年前のキッシンジャー、それからルドクト、ベトナム戦争で,です、ね、和平で,です、ね、取った。 まあ、あルドクター辞退するわけですけれどもそしてその佐藤の後のアンドレーサハロフサハロフ博士ですねこの3年間が実は私はいろいろ調べた結果このオーセ・リオネスという人がですね非常に戦略的に冷戦の核に対するノーっていう信号を出した受賞だったんですで実は他のいろんな欧米の論文とか見てるとまあキッシンジャーに関するサハロに関する論文とかそれあるんですが佐藤に関しては全くないんです おそらくこれは日本語という問題、日本のやっぱり政治文化とかそういうことに関するやっぱり素養が必要、でそういうところが抜けているので、3年連続で論じられないんです。でも私はそれが論じられました、まあ、自分の自慢じゃないけど、ようやく分かったんですね。でところがで、この3年間がこの核の富裕の脅威っていうものにものすごく対抗して、でこの王瀬リョネスっていう人、この人、のの人本当にずっと反戦のことを国連でもやってたし。 ものすごい人なんです、ね、あんまり実際仕合ってるのは残念なと思うんですけれどもで。ということでこの3年連続してやったところがあまりにもこうした要するに核の問題に触れるってことは東西冷戦のことに触れるイコール国際政治的なことにまたにタッチしすぎてしまうということで王政リオネスはこのあと首というかやめ,やめちゃうんです。それが彼女の一番最後が78年ですね。で彼女がやめたあとで現役の国会議員はノーベル委員会の委員になれないっていうふうな決まりに 変わりましたノーベル平和賞が始まってから2回だけルール変えてますけれども2回目なんですね最初はです、ね、戦前でした戦前のちょうど、まあ、オシエツキーというです、ね、あのユダヤ人のジャーナリストの人が、まあ、結局ですね獄中にコンセルネトションキャンプにいた時にですね受賞するんだけれども結局その時も物議を醸しましてその後で規則が変わっています非常に政治的ですねはい でこれはまあ先ほど言いました、まあ、このヘンリー・キッシンジャーとルドクトに関しては、まあ、キッシンジャーまだ生きてますけど、私はキッシンジャーがまあ個人的にあまり好きではありません、いろいろ調べていくと、この人が戦後の東アジアの不安定の原因を作っている、大きな一人の一つの原因になっていると私は思ってますので、でルドクトさんは拒否したわけですね、で最もこのノーベル平和賞誌の中でコントローバーシアだと言われている。 そして74年、74年、実は2人で負してます、佐藤栄作と、あとですね、皆さん多分記憶にないでしょう、ショーン・マクブライドというアイルランドのですね、えー、といわゆるあのアムネスティ・インターナショナルのですね作ったうちの一人です、はい。ということで、外相やってた人です。でもほとんど影薄い。で、あと1975年、アンドレ・サハロフ。で、この3年間で一番、まあ、この王瀬リオネスがですね取らせたかったのは誰か。最後のサハフロフなんです。 で実はこの前のキッシンジャー、それから佐藤とかも物議かもして最初のキッシンジャーをに挙げたときは3人の委員が辞めたんです、こんなもん決定、受け入れられないって。でところが佐藤のときは誰も辞めなかった。 なぜでしょう。まあ、ちょっとそ、ね、の話すると長、ね、くなるのでどいてきますが、まあ、かなりつまり戦略的に取らせたんですね、で彼女も、そして佐藤康作も言ってますけれども、要するに、これは日本の国民に対する核のアレルギーに対するご褒美だっていう言い方をしてる、だから佐藤はたまたまいたんです。というふうに取り直さないといけない。 でサハルフはも当然、ですね当時のやっぱ体制でおいて、もともとは国家からです、ね、ソビエトから交されるようなです,、ね、すごい物理学者だったんだけれども、いや反核とかそういうのをやりだした途端にバスになっちゃったんですね。はい、ということで、まあ、この3年間については、やっぱり冷戦というキーワードで紐解いていくといろいろ見えてくるで。ちょっとね、逸話というか、ちょっとそうあのお話をしておきますと。 このローセ・リオネスさんという人はですね、実はいろんな役職をやってた、国会議員もやってた、それから国連大使もやってた。で、国連大使をやってた時期というのが1946年から1965年、そして加瀬利和、戦後で初めての,ねあの国連大使、つまり国連に復帰というかですね、入ってから日本が。で、彼も実は55年、57年やってました。さあ、この時期、重なってるんですね。で、実は加瀬が証言を残していて、当時のノルウェーの国連大使と、 日本、カナダそれからもう一つの国を中心として半角の、ね、運動をやっていこうよってそれをすごく議論してあってでところがですね、まああのまあ、そのあ後で、まあ、それぞれの道を行ったんですが実はこのロビー活動の時に加瀬はですね昔の吉見で王政リオネス訪れてるんです。本当はあの事前に いあっちゃいいけないんですでも多分昔あったでしょって最初そういう話でいくわけですそうやって騙すわけですね。で行ってそしてやっぱりいやこの時代日本にあそこに半核っていう拠点そのメッセージを与えるためにはやっぱり国際的なノーベル平和賞を与えなきゃいけないというふうに力説をした。 でもちろん、それが原因で上げたというふうには言ってないし、そういうふうにはなってないんだけれども、ただ当時のやっぱ国際政治上、やっぱり日本に上げるということは一つ理にかなったことだった、でそれは実はノルウェーの冷戦における地政学上の問題というのもあります、実はノルウェーにも非核三原則ってあるんです。ところが、有事のときは核,核を持ち込ませていい、アメリカとかイギリスのっていうふうになってますで。日本は非核三原則、一応それあ法廷はされてないんだけれども、ある。 であれ佐藤が首相として初めて、まあ、他の人が言ったやつを首相として明言しちゃったとっいうこともあって。<laughs> ということもあったのでそうしたですねやはりソビエト、中国とかを挟んだお互い端っこの国のやっぱり国際政治安全保障上の問題としてやっぱりそういう視点から捉えてみるとまあ、たまたま佐藤で味噌がついちゃったけれどもあの時期にやはり日本に平和賞がもたらされたということの意味っていうのはあったのかなというふうに私は思うわけですでこのオセリ瀬ネスさんね、いやもう枷に騙されてあげちゃった全然そういう人じゃありません最後にこういう話しておきたいと思いますこの方が 1935年ナチスドイツコンセントレーションキャンプ強制収容所に収容されていたユダヤ人のジャーナリストのカール・フォン・オシエツキーさんです。でこの人はヒトラーをものすごく批判していた言論の自由を守るために戦った。で牢屋につながれた。そして牢屋につながれている間にノルウェーがノーベルヘラ賞。で実はこの 受賞の背景にせるようですまだ委員になってなかった戦前だからまだ若い人たまたま彼女は労働党の運動に参加してた若くてでそこにたまたま彼女ドイツ語とかできるかってドイツからこの教えつきを助けるための運動やってる人が来たでたまたまその人に会って誰か労働党で力を持って政府にあの近いそれからノーベル委員会とかなんか関係ある人いないって言ってたまたま知り合いがいたで紹介をしたんですそこでつないだそれで受賞しちゃったっていう。 で、彼女は全然その時の、ね、経験っていうのを、まあ1946年にですね、彼女はですね、まあ、ノーベル委員会が委員になるっていうふうにいきなり言われてですね、ってつながるわけです。で、彼女の中にはそうした反体制、そして言論の自由、そうしたですね、思いってものすごく熱かった方なんですね。ということで、まあ、 まさにこの1935年のですね状況ということをですねふとなんか最近の日本の状況もちょっと思い返してみるんですけれども、まあ、先生として、まあ、実際にその、ね、このノーベルあの財団のですね、えー、ところでどんな、ね、ドキュメントがあるのかというと、まあ、私がです、ね、一次資料として、でこれは1965年あたりのもの、ちょうど吉田茂について調べているときのものですけれどもね、でこの緑色のですねラベルのついた箱の中に、それぞれいろんな世界中からの手紙が入ってます、手書きのね、いろんな言葉があります。そして右側ががこれが実は 決定のときにどんな資料でだどういうところかどんなのが来たかっていうのをちゃんともう活人してある本があってそれを50年た経たないと見せてくれませんと、はい、いうのがありますでそちら出てるのは1965年吉田茂がです、ね、初めてノミネートされたときの中身がこの中に入っていますそして最後にこのです、ねえー、吉田茂の話で言いますと吉田茂は3回ノミネートされていて65年66年67年そして毎年大体ですね10月の初めぐらいに あの受賞決定発表されるんですけどこの年遅かったで吉田茂は10月20日に亡くなったでその3日後に実は受賞発表されるところが67年は受賞者なしでしたで私その時思ったらいやもしかしたら吉田かと思って6 5年のファイルをね67年のファイルが今年開示になったのを見てみたらショートリスト最後のところに入ってませんでした一番最初のと2番目の時はですねショートリスト入ってたんですけどもね そしてもう一つ、昨日の宿題というか、昨日ですね、イカ・カミンカさんが日本の文学の翻訳について、ね、発表ありましたで、その中で、香川豊彦っていう名前、みんな知らねえってありました、はい、この人は実は日本で一番最初、日本人で一番初めて、ノーベル平和賞に押されてた人です。 で過去多分最多じゃないでしょうかね54年から60年まで毎年で彼も60年なくなっちゃいますこの人もともとキリスト教の、ね、人でものすごく貧しい人たちのいろんなことをやっていてそして神戸の出身でなぜ香川豊彦かっていうともう一つ実は理由がありまして神戸には実は昔からノルウェーの教会のミッショナリーの繊維教会があります今でもありますですからそういう関係でそういう情報が行きやすかったんじゃないかなと思いますねということで、まあ、なかなかあの非常に人間臭い関係で、まあ、ノーベル平和賞生かまあ国際政治の冷徹なところでです、ね ねまあ、実は決められているということはちょっとねお分かりいただけたのではないでしょうか。で結びとしてすみませんお時間が来ちゃいましたけれどもね、えーまあ、戦前戦後研究については関係資料資料の開示などにより日本でも近年活発になってきているだが政治や外交に関する社会科学系の一次資料は日本は、えー、米欧米よりもかなり開示制限がかけられており国内で入手できるものに限りがある、えー、公文書館での情報開示効についてグローバルスタンダード化を私は研究者として求めたいと思いますそして最後にこれ私今日 こういう場所でこういう話をさせていただくということでこれはやっぱり一言言わせていただきたいなと思いましたもうご存知だと思いますけれども今日本では今の政権下において秘密保護法テロ等準備罪の施行それから国民監視のスパイウェアの導入政府による恣意的な公文書の廃棄というのがもうまかり通ってますでこれはもうまさに皆さんライブラリアンそしてアーキビストの方たちの脅威であるはずだしまたそれをについてものすごく私たちは 真剣に向き合わないといけないと思いいいととけ思ますで私はこういう言葉をちょっと思いつきましたこの書き書く私の中でふとさっき書いてと思ったんですけど10年後になると多分今の世間変わってるはずですでも大事なその時その時のいろんな記録っていうものっていうもの100年後でも意味を持つはずなんですでそれを残さないと後の時代の人は学べないんですでそういう実は非常にリスキーな今時代に来てるのかなっていうふうに思います そして人類の所産の記録と保管のために何が起きても残す伝えるという思いで世界の研究者アーキビストライブラリアンたちは協力しつながり合いたいと私は思います歴史の過ちを繰り返さないためには資料証言がきちんと残さ,なく残されなくてはならない皆さんがやってるお仕事は大変に重要なお仕事任務だと思います 今日はこういう機会をいただきまして、ありがとうございました。でも、残り、あの、時間がほとんどないんですか。もし、質問の時間もないでしょうか。<laughs> いや、あ、う、り、ん、ましょう。あ <laughs> げましょう。もし何かございましたら、何でもご、あの、質問なさってください。はい、Thank you very much.。Thank you very much, professor。 You. <laughs> um, this was um, fascinating. <laughs> ah, okay, thank you for your fascinating um, exposé um, about your method of working and also the important findings and the uh, conclusion, uh, which actually is very important to all of us. The floor is open for questions.

お金の問題が絶対あるはずなんですねで今日のお話では政治的なあの力関係とか説明されたんですがそこら辺の経済的なことはどうなんでしょうか。あのこれはお金は動いてるんでしょうか要するにあの委員会の本意ですねということですねあこれに関してはお金は、まあ、私がその例えばこの研究して3年間の間にお話する限りりお金そのものは動いていないというふうに考えていいとは思います。はい ただし、まあ、例えばそ,そのレベルの話ではなくて、このロビー活動を実際やっている、例えばいろんな各国に行ってですね、陳情する、そのお金、どこか出てるかっていうと、まあ、もちろん鹿島平和財団、で、おそらく私は機密費が出てると思います。はい。 出なきゃあの田中角栄か何かは、ね、当然出てきませんのでね、はいでまあ、この辺はちょっとなかなかあの資料が本当今後出るかどうか分からないのでちょっと憶測の域は出ませんがただですね一つちょっとお話をさせていただくとその加瀬利和の息子にインタビューをした時にあの佐賀県でですね有名な売り物があってでそれがで作ったのはハンドバッグがあるんですって1個50万グラスそれをお土産にお父さんに持たせたって言ってました <laughs> <laughs> だからそれで買収されたかどうかってそう分かりません。 はい。<Okay. S 1> Thank you. a n other question? Yes, please. とても面白いお話ありがとうございます。あの五人の推薦者、サインをした人たちというのはまあ政府の人と考えてもいいけど、は要は自民党ですよね。はい、で、自民党がその半額のポリシーに。 あの賛成してのあのノーベル賞の平ノーベル平和賞をあのノロビー活動をしたってことなんですか？あのですね、これ実際推薦文書を見てみるとあの要するに日本が戦後 要するにあの実際戦争を起こしてしまった国としてどういうふうに平和的な国になったかで結局そのアジアに対する保障であるとかこん,こんなに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 やってますよっていうことが圧倒的に書かれていてその比較三原則のことっていうのは十数枚ある中で1ページぐらいしか書かれてないんです。 ですからその日本政府としては、反核とかそういうものをあまり強く出せなかったとっいうのもあったと思うんですね、それはなぜかというと、当時、この間、NHK スペシャルにもありましたけれども、沖縄には核兵器、核弾頭が置かれていました、日本ではなかったですから、でところが、それを取り除くってことは、中国が大喜びするということになったんです、なぜかというと、1964年の東京オリンピックの真っ最中に中国は核実験を成功させて <laughs>、日本人が <laughs> ええみたいな感じになっちゃったって。でつまり あそこの,この東アジアにとっては日本がまた核を自分たちの手で持つってことをさせたくないんですね。でところが、まあ、非核三原則は言ったし世の中はもしも自民党というか政府がいや、これからは核兵器持つよって言ったらもう絶対にみんな喪か感ですよで,でまだ当時はいわゆる社会主義共産主義の人たちが議員でも結構いたし力持ってたので共産化させないために絶対に佐藤は核持つって言えなかったんです。 ですから、ある別の文書による、アメリカで出てきてるあのニクソンとかとですね川下があれが出てきた有名な文書がありますけど、それには、いや、日本が核持たないとかそうなってナンセンスだって、サトは言ってるんです。つまり、現実的なその政治で見たときに、核がない日本って、じゃあどうなるのって、でも結局アメリカに頼るでしょ、じゃあその核、どこに置くのだから私、別の文書でアメリカで見つけたのは、 要するにあの核兵器、核関係のものは陸上になければいいっていうふうに言ってるだ,、うん、<laughs> だから空母とか乗せてたら全然問題ないみたいなね。<laughs> っていうことがもうすでにもう60年代、70年代もあったんですね、そういうのが。ですから、それに関してやはり私たちどういうふうに考えるまさに今の時期、まさにその議論が私、その研究やってて、なぜか今とオーバーラップすることが多くって、まさに私たち今、 もう情報の公開の危機にもあるわけだし、言論の自由の、そしてまた核の脅威もあるわけだし、本当にあの歴史から掘り起こす、歴史をこう、ね、いろいろつきあったっていくと、今が見えていくということを私はこの研究を通してすごく学ばせていただきました。はい o、okay. k thank you very much. I think we'll have to cut the discussion here. I thank Professor Kanyu <Thank you. S 3> for this interesting presentation, and I would like to introduce to you now Professor Tsuda from Keio University. Who is going to talk about the creation of an online database to publish the results of research into pre modern Japanese works that combine image and text.

Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mayumi Mitsuda. I'm happy to, ha to have this chance to speak for the first time at UJLS. My specialist field is Edo period literature. Uh, as a member of Nihon Kinsei Bungakai, um, uh, I would like to deliver some information from the association before I begin my talk. Hmm. From now on, the back copies of our journal, Kinsei Bunge, can be accessed on the J stage. Uh, please share this news with the other researchers and students. Also, in June this year, we decided on our English name, uh, too late, I think uh, Japan, uh, the Japanese Early Modern Literature Association. This will appear on the cover of our journal from now on, so please add this english title to your library database systems. Uh, moving on my, to my talk. the objective for my talk today are very simple. firstly, i would like to introduce my first trial online database, uh, what i have created to show the results of research into pre-modern japanese works. Ryūrōtei Edo no Hananari is a pen name of the kyōka poet who commissioned a large number of mono during the 1820s and 1830s, but his real identity reminded a most— oh. oh! Sorry! <laughs> what? what? Oh! Tell me sorry. <laughs> <laughs> okay, sorry. Um, what is it? Ah, yeah, but his real identity. Uh, what? It's okay? Mm. Uh, reminded mystery in the QA world for that long time. Um, why have I uh, made this online database? Because it was this ability. Oops of the database to reach a wider audience to real-time and the facility to update the content that led to my decision to use it to present the results of my research publishing my research in printed form failed to reach my desired audience i wrote Two articles for 10 years, and despite one being published in English and one in Japanese, they failed to reach beyond the specialist my field. I wanted to tell my discovery widely to historians, people from his local area and curators and uh, libra librarians of collections of ukiyo-e and illustrated books both in japan and abroad like many of you uh, from whom i, may, uh, I might uh, be able to gain information to help me locate, it, locate new examples of these works and my more in, uh, one more reason for uh, creating on, an online database was because of the, of the ongoing nature of the research. New results can appear at any time. Secondly, based on my research into Edo no Hananari, to demonstrate the importance of academic cooperation and sharing of information across geographical boundaries and research fields. And this is the outline uh, for my talk. Here is an example of Hananarist work that can be found at the National Gallery here in Oslo. And, um, Thank you, uh, thank you, Yabe yeah, yeah, well, Naomi-san. <laughs> uh, thanks to Yabe Naomi-san, I was able to research at the gallery where I discovered this work. This is by Utagawa Kuniyoshi and shows a geisha standing by the Takanawa Gate of the Tokaido Road. It contains a kyoka poem with, the oath, uh, with a book poem with the author's name, Duote. Ōtei. This ukiyo print was commissioned by Ryū Ōtei Edo no Hananari. It was not produced uh, for general sale, but was a privately commissioned print uh, known as a surimono. What is a kyōka surimono? As you have already learned from Dr. Mary Redfern's Ah, good font. It's okay. Oh, sorry. <laughs> Presentation yesterday. Three mona privately commissioned woodblock prints that contain a picture and a poem. They were often commissioned by a number of Kyoka poets, sakuri, who exchanged them amongst them, themselves at New Year because of the uh, because they were. Privately, privately commissioned, many of them uh, expensive works of high quality and artistic value. This is why they have become uh, so highly valued in the West. In Japan, however, interstate interest has always uh, centered on uki ukiyo-e that were produced for general sale. Westerners tend to view. Uh, ukiyo-e simply as art, but the Japanese people see them that reflects the print culture of the day. Maybe this is why ukiyo-e and surimono had been valued differently in Japan and the West, and why may uh, many high-quality surimono, including these commissioned by Hananari, were bought and taken to the West quite early on. And because Western collectors were mainly interested in the quality of the picture, it is easy to imagine that information about who commissioned the three mono and who write, wrote the poem have been lost. I believe this is the main reason why Hananali's real identity vanished into the mist of, the ti mist of time. Who is Hananari? The clearest evidence we have for Hananari's identity is a letter sent by the Edo period gesaku fiction writer, Santo Kyozan, uh, Kyoden's younger brother, uh, whom I researched specially to his friend. And the letter is a dated 1830,

And we learned that the three-mono record is a, bit, a, a visit by the leading kabuki actors Ichikawa Danjuro 7, uh, Onoe Kikuro 3, and Iwai Kumesaburo 2 to Naniwa, present-day Osaka. It is likely that the three-mono that Kyozan sent to his friend is this triptych. Uh, it shows that three famous kabuki actors is roles from the kabuki play *Sekiroku* under uh, the cherry blossoms. Uh, on the right is uh, Saburo in role of Agemaki. In the center is Danjuro, in the role of Sekiroku. Uh, on the left, uh, on the left is Kikugoro, as the Uri. Uh, all of these texts include the blessings of Hananari to the actors upon their departure for Naniwa. We know uh, that is in previous year, uh, there, have been, uh, there had been a great fire in Edo. These three Kabuki actors had gone to Osaka to perform. Uh, these three pen names used by Hananari that appear in the triptych also match the descrip description in uh, Kyozen's letter. The discovery of Hananari's identity by the QA -e world happened in 2007 when John Carpenter, who, who uh, now works at the Metropolitan Museum of Art, invited me to speak the to the members of a, work, a workshop prep, uh, preparing the catalogue for a major exhibition of srimono at museum rietoberg in zurich, um, switzerland. and the following year, he had heard that i knew hanonali's true identity, but i couldn't understand why this, why, uh, why this was, this was of such interest, interest to these researchers in the West. In actual fact, I found known Mori Narimoto have a pen name, Edo no Hananari, when I was a graduate student. It is not secret 聴取欄、森鈴木とコンポジット教科、using the pen name of 江戸の花なり、because if you check 森鈴木 in the historical dictionary of 大明を、you can find his pen name easily。 But in Yamaguchi Prefecture in Japan, we didn't have any examples of his three mono. I have in, inquired at the museums, uh, art galleries, and libraries in Yamaguchi, but they didn't know, not have a single three mono by Hananari. All that I could find was a record uh, from the te, uh, Taisho period of Kyoka copied from some of Hananali's three mono. And so I and curators in Yamaguchi concluded that apart from a very small number in Japan, all of his three mono had been lost. This is my discovery. It may sound as though I am rather proud of my discovery <laughs> of the true identity of Edo no Hananari, but this is not the case. Um, what I have learned from this discovery is that a large body of material can be still be overlooked even in this day and age when the exchange of information has become so much easier than before. This is something that concerns me greatly. No, um, <clears throat> Narimoto has a pen name was common knowledge amongst researchers of literature and history, but we know nothing about ex the existence of his many beautiful surimono in the West. By contrast, Ukiyo-experts know that someone using the name Hananari had commissioned these prints, but were unaware of his true identity. Let me give you a brief description of Namori uh, Narimoto. He was born in uh, 19, uh, so, sorry. <laughs> 1794. <laughs> uh, he became uh, head of the train in 1824, sorry. Uh, as far as we knew, his earliest three monos date back to 1821, uh, so this means that most of his commissions were made after he became a daimyo. This picture of him appear in books, uh, in book, in a book, but uh, uh, that introduces is, uh, the pupils of Shikatsube no Magao. This is uh, in his later years. It shows him in 1836, aged 43. in. That year, uh, he suddenly fell ill and died uh, that he, uh, in, uh, at his castle in Hagi. Uh, that is why no shrimono in the name of Edo no Hananari appear after this time. Let's move on to an overview of what we know currently about Hananari's suimono My uh, Oh, sorry. My latest list contains 76 Kyoka 3 mono and two hand painted works. This list shows the artists commissioned by Hananari from the end of 1820s. All of his 3 were made by Kunisada, Eisen, and Kuniyoshi. The other artist is this list only produced a few works during the early years of hananari's activity. this slide shows uh, the uh, breakdown of the picture according, the, according to subject matter. pictures of actors and beautiful women, uh, uh, particularly geisha, mm. made up 96% 90, uh, of the total. koka mono were originally produced to be exchanged. Extended as gifts at New Year, rather like New Year's card, cards. Uh, so they usually depicted uh, depicted early spring scenes and its classical themes. So this emphasis on actors and geisha is rather uncommon. This is one of Hananari's early ceremonies. It is for, from the Fitzwilliam, uh, Fitzwilliam Museum in Cambridge University. And it shows the preparation behind the scenes for a performance at the dance school. The link with spring and the new year is uh, provided by the small toy in the shape of the horse, known as Harukoma, literally spring horse. Above the picture are three poems one by Hananari, one by uh, uh, fellow pupil, and one by their Kyoka teacher, Skatbeno no Magao. This work is a typical example of a uh, print commissioned by a poetry circle. In, this, uh, in the 1830s, we soon see the creation of more series of prints that reflect Hananari's personal interests. Many of these contain not only Kyoka but also Zokuyo, literally a popular song composed by Hananari, as in the following example. This example. Two of two street musicians contains a long text uh, of six, 620 characters. The kyoku contains the word Kiyomoto, so we know that this should be sung in the Kiyomoto style. kyoka 3 typically contain kanji and hokku, so this example is very unusual because these of print. Ukiyo-expert -e, uh, Ukiyo -e thought for a long time that Hananari must have been a musician of some sort. But in fact, the content of the, this picture just reflects his personal interests. In the database print and catalog, um, categorized as actor prints, beautiful women prints, and the others, Let's take a look at the actual prints. These are three actors who appear most often, often in Hananari's print. And, sorry. And this is a typical actual print in which the actors depicted in the scene from a play. Another type of type shows actors in their everyday life this example too has two layers when you lift up the stage curtain you can see the actors in their everyday dress in other points, the actors are not shown in their kabuki rules but in situations created by hananari for example this series shows actors with the image for snow moon and flower kacho uh, no in the uh, cartouches. Uh, the these prints in the triptych contain hauta short love song uh, with use the key phrase what fickleness let's look at the, uh, let's look now at some prints of beautiful women these are most recent, recently discovered of prints in Holland last year. Uh, these are by Kaisai Eisen and probably belong to the same series. On the left, a geisha and a girl, a girl, yeah, a ch a children, a child, and a ch child walk along the Smida River under the cherry blossom. The far bank of uh, willow trees, in keeping with the uh, character Yu Yanagi, which means willow in the Ryuote part of Hananari's name. On the right, uh, Geisha and one of her customers are depicted under the cherry blossom and willow trees, a snapshot of their cherry blossom viewing trip. Now please take a look at these two print. The print on the left, is stamped with butterfly shaped seal. If you look carefully, the wings of the butterfly are like cherry blossom petals. This is Hananali's trademark seal known as his cherry blossom butterfly crest. As you can see, uh, some prints have this seal and some do not. It does not appear in later reprints. Please remember this mark. Suddenly, the actual seal no longer exists amongst uh, Narimoto's personal effects. It is not completely clear when this seal was used. or we can say for sure is that it is not usually appear on prints commissioned by Hananari's Poetry Circle and that is mainly used in prints that feature geisha in their role as musicians such as in the following examples in this print of Fukagawa Geisha, in the maid accompanying the Geisha, hold, holds a round tongue with cherry blossom butterfly crest. And the crest also appears on the Geisha's kimono. <coughs> this also is a print by Esen. The letter that the woman is reading is that. Uh, Tokyo by Hananari. You can also see the cherry blossom butterfly crest stamped in, the sil in silver on her kimono. It is possible that around Hananari there was a group of women connected with him through music. In my view, this triptych represents the greatest Hananari's achievements. It is the Mitate, Nise, uh, Mitate of Nisemura Sakinaka Genji by Kuniyoshi and is based on the best, best selling Sazoshi parody of the tale of Genji by Yute Tanehiko. Each of these three prints shows a scene from Nisemura Sakinaka Genji. For example, this scene is from the 12th chapter of the book and shows Akogi based on the uh, character of Lady. Rokujō, and the parody of the famous ox carriage scene in the Tale of Genji. Instead of the ox carriage, she stands beside an Edo-style palanquin. palanquin. What is the historical significance of Hananari surimono? Just like Nisemurasaki Naka Genji, Hananari surimono closely Followed. Uh, followed the latest, uh, latest trends in the world of art and literature in Edo, musical dancing, acting performances, uh, literature, and art. The latest fashions in, the, in these aspects of Edo popular culture can be seen in Hananari's three As such, they uh, Provide valuable uh, evidence of how such trends appeared and how they were enjoyed and ap appreciated by people in Edo at that time. The main aim of the database is to clearly represent all aspects of Hananaris 3 model. Because of the database, uh, uses, uses digital image made, publi uh, made publicly available by institutions on the internet, there were some prints for which I, I can't provide uh, an image, but I provide a transcription, honkoku, in Romaji uh, for all the prints. I only became aware the various issues surrounding of use of Romaji from Koyama, Noboru-san <laughs> at Cambridge University, and the other here in EAJRS. <laughs> as a result, I decided to use the guideline for Romaji provided by the American Library of Congress, as print, uh, pointed out to me by Noguchi Nonchi san of columbia university and now uh, the possibility has emerged in, of established links with hague museum a, a corporation has also show, uh, shown interest toppan printing uh, has created this trial technique for my presentation today it's a Kuzushi's viewer called Fuminoha for reading cursive script. This is how to make a work. It works. Just a moment, please. When you put the mouse over the passage. Oh? マウスオブオブパッセージオンクズシジー。It appears in the modern characters. <noise> あっ、見えてない。あっ、そう。ごめんなさい、見えてないんだ。これが。じゃあもう一回こうする。これしてもダメだったんだ。この画面は見えても、ちょっと見ちゃっもん、ね、さっきは大丈夫だったんですよ。 うんこれはこれがいんないかないああ、ちょっとします。もう一回閉じます。h ー <laughs> <ん>。w about? ん f コントロール F、ああ、わかった。これですか <Okay. S 1> Thank you. <laughs> you win. Mm. Okay. Uh, when you put the mouse over the passage of Kuzushiji, it appears in the modern characters. Fuminoha shows the transcription text on the image. You don't, you don't need to install any special application to use Fuminoha. And I would like to apply this uh, technique to my specialist field of kusazoshi. Here is a sample from the work uh, by Santo Kyozan called Akebo uh, Akebono Zoshi. Okay. Uh, this is a published book, yeah, also. Also, uh, it's okay? <laughs> also, um, then you can, all text too, wow! Thank you. <laughs> Thank you. This is a manu uh, manuscript written by the author of them, your boss, too. Mm. And then, what's the next? In my field of research, it is always necessary to read text and image together. As we have seen, uh, this Fuminoha system can be used not uh, just for text. But also to expand the picture, so I want to try to using it for the illustrations in the database, like this. Uh, yep, uh, like this, and then like this. Wow, hmm. it's wonderful! <laughs> Just a moment, please. I have to <laughs> open my previous file. <laughs> Sorry. Ah, oh, one more minute. Um, um, I lose many time How we hurry here? Ah, no, huh? okay. Could you stop on printing? Why? <laughs> Sorry. That, uh, that technique is very simple. Each character is as assigned its coordinate information on the image in the simples, uh, uh, simple HTML. I can show you the uh, HTML code uh, for these pages if you want. Each character, oh no, it has all the, the text in Fuminoha is machine readable. The word, words can be searched and can be changed the digital voice. Mm. And very importantly, for some of you here today. Mm. Mm. I have heard uh, I have heard that is uh, that it is possible to use Fuminoha with the triple system that many instruct institutions are planning to use in the near future. Okay. And in the same way as for Kyoka uh, I would like to use this technique for the Banzuke of festival. <laughs> that, uh, <laughs> that field in Edo, this is an area which attracts instead from overseas and needs cooperation across various academic fields. The details on the parade are shown in the booklet form. It is clear that and uh, it is clear that you can bring to life the sound of the achievement conjured up by the image and, and the text on the printed pages. in summary, in my talk today, we need to improve our sharing of information uh, and the result of. Our research across the boundaries, uh, no, across the various research fields and across geographic, geographical boundaries. As one step toward this goal, I have explained how I created online database and I have shared some thoughts about its future development. And <laughs> <laughs> Computer refused. Stop. I think. <laughs> Sorry. Just someone mistake. And finally, I would like to make a request. <laughs> so please remember the name of Edon Hananali and his cherry blossom butterfly quest. If you come across any of his plants, please let me know. I would uh, greatly appreciate. Uh, to uh, appreciate your help with this search. Thank you very much for listening to my presentation. Thank you very much, Professor Tsuda. Um, excuse me for cutting you short, but you have convinced us. No, no, sorry. <laughs> sorry. Um, we will all remember Hananari, Edono Hananari. Thank you very much. Maybe due to the sounds. Sorry. <laughs> 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 uh, I'm afraid we won't have time for questions. Uh, what does the organizer say? Because we have this. I, we have this uh, at six o'clock. Okay, yeah, I know. I know. But do we do we still have time for one question, or rather cut it short now? We're running over. Yeah, it depends on the coffee drinking <laughs> motivation. <laughs> Sorry, ah, I'm just going to need to Okay, one question then. Yes. Thank you for the wonderful presentation. I really am committed to it by the sample you provided. Fumi no ha. ふみのハ、I think it's very wonderful. and one question, my question is, can we use it already? can we use it personally, or do we need to go to some kind of institutions to use the software? I don't know r e but いいですか日本語でもはい。わかりまわかりました。あのふみのハをみんな使ってるのかってことです。そうですね。あのまだあのテストパターンでで今いろんなあの人たちに 使ってもらって使い勝手とかどういうところでえまあいろんなね、ののなんていうんでしょうか、要望があるのかっていうリサーチの一つですで、突破のところで印刷博物館というところで、氷山の資料を持っていて、それで私のところにちょっといろいろ来てくださって、これも興味を持っていただいた。はいいちなみにいいつごろあ貸してくれたっていうより、作ってくれたんです、私はやらなかった ちなみに使えるとしたらいつ頃になりそうかというのもあ、何かあの大相談っておっしゃってましたあとあのプレゼン資料をあの今あのなんとなく私がもらったやつは持っているのでお見せすることは可能ですあはいありがとうございました Thank you very much so,、uh, so, uh, Shall we go for the coffee? Coffee? Thank you <laughs> Thank you <laughs> ありがとうございます。<laughs> いやいやすいません <laughs> お恥ずかしい <laughs> いやどうもすいません